J リーグの原でございます。今日はこんなにルヴァンの抽選会にたくさん来ていただいてありがとうございます。まずこの赤に変わります。変わりました。ルヴァンカップ去年まであの青でこの前までやってたんですけど赤に変わりました。そのルヴァンのこの商品がルヴァンプライムということに注力商品ということになりました。それで こっからのノックアウトステージはルヴァンプライムステージということに変わりましたんでよろしくお願いします。で今日8チーム選手たちが来てくれています。今年からのルヴァンカップは4チームの4グループというふうに変えました。より分かりやすくするために ACL アジアクラブ選手権と同じ、レギュレーションにしましてここから、同じようにプライムステージということでホームとアウェーでやって2試合合計で決勝だけは一発勝負ということになります。ルヴァンカップは21歳以下の若い選手を義務付けています。去年このステージにセレッソ の木本選手という選手が来てくれて彼はこの後その後大活躍をしてセレッソの初優勝に貢献してくれました。なので今日ここに来ている選手たちもこの後活躍してルヴァンの決勝を目指して思い切って戦ってくれると思いますのでどうぞ抽選会を楽しんでいってください。2018 J リーグ YBC ルヴァンカッププライムステージに出場する各クラブの選手に登場していただきましょう。まずはグループステージを3勝2分け1敗で突破。プレーオフステージでは D グループ1位通過したヴィッセル神戸との死闘を制しプライムステージに進出。横浜 F マリノス飯倉大樹選手。続いてグループステージを3勝1分け2敗で通過。プレーオフステージでは A グループを1位突破したベガルタ仙台に競り勝ち22年ぶりにプライムステージへと進出。湘南ベルマーレ菊池俊介選手。続いてグループステージの成績は3勝3敗とし、プレーオフステージでは B グループを1位突破したジュビロ磐田と激戦を繰り広げ見事プライムステージに進出。ガンバ大阪三浦玄太選手。そしてグループステージを3勝1分け2敗で通過。プレーオフステージでは昨年の AFC チャンピオンズリーグ王者浦和レッズを撃破したヴァンフォーレ甲府。本日は明治安田生命 J2 リーグ開催日のためクラブアンバサダーの石原克也さんにお越しいただいております。続いて AFC チャンピオンズリーグ2018に出場しプライムステージよりルヴァンカップに出場する4クラブの選手にご登場いただきましょう。まずはリーグカップ戦最多6回の優勝を誇り2015年以来の優勝を狙う常勝軍団鹿島アントラーズ内田篤人選手。続きまして3年ぶりのプライムステージ参戦優勝した2013年の再現となるか柏レイソル伊藤純也選手。前回大会では圧巻の攻撃力で決勝へと進出するも惜しくも準優勝。昨年のリベンジとなるか川崎フロンターレ車屋慎太郎選手。そして最後に前回大会悲願の初タイトルとして見事優勝を果たしましたセレッソ大阪高木俊之選手。以上プライムステージ進出クラブの選手が揃いました。それではここで意気込みについて皆さんに聞いていきましょう。まずは前回大会優勝クラブのセレッソ大阪高木選手、クラブ史上初の2連覇を目指していると思いますが意気込みいかがですか？そうですね、やっぱりチームとしては連覇するっていうことがまずは一番の目標だと思ってます。それと自分個人としては、セレッソ大阪に今年加入したのでセレッソ大阪の一員として
再び優勝したいなっていうふうに思ってます。はい、非常に楽しみです。高木選手ありがとうございます。さあ続きまして、前回大会では惜しくも準優勝となりました川崎フロンターレの車屋選手、今回の意気込みいかがですか？前回決勝で、悔しい思いをしたので、ぜひ今年しっかり借りを返して、フロンターレにカップ戦の、タイトルを、取れるように、頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。さあ続いて、最多6回の優勝を誇る鹿島アントラーズの内田選手にも、まあ、今大会の意気込み聞きたいと思いますが、いかがですか？頑張ります。ありがとうございます。力強いコメントありがとうございます。さあそしてですね、最後に J2 から下克上を狙うヴァンフォーレ甲府のクラブアンバサダー石原さんにもお気持ちをお聞かせ願います。はい、J2 からの参戦ですけれども、クラブの最高順位がベスト8なので、それを超えるように選手には頑張ってほしいと思います。はい、石原さんありがとうございます。さあそれではここで原副理事長にも今大会における見どころポイントなどを聞きたいと思いますが、いかがですか？見どころですか？はい、まあここにいる選手たち、ワールドカップも終わりましたし、このルヴァンから代表選手はいっぱい出てます。まあまたここからあるいは若い選手たちがこのルヴァンを通じて、代表に入っていってくれるということを期待してますし、内田選手もまた戻ってきたんで元気にやってくれると思いますし、ここからの戦い本当にハードスケジュールなんですけど、ぜひ皆さんも試合を見て応援してほしいというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは2018 J リーグ YBC ルヴァンカッププライムステージ組み合わせオープンドローを始めてまいりましょう。6番です。ガンバ大阪は6番に入ります。7番です。川崎フロンターレは7番に入りました。2番です。湘南ベルマーレは2番に入りました。3番です。柏レイソル3番に入りました。5番です。横浜 F マリノスは5番に入りました。これにより横浜 F マリノス対ガンバ大阪戦が行われることとなりました。さあ原副理事長、こちらの対戦カードはいかがでしょうか？はい、そうですね、ガンバ大阪は宮本新監督に変わりましたし、はい、で横浜 F マリノスは今年からすごいこう攻撃的なサッカーやってますんで、なんか両方ブルーだし楽しみですね。ブルー同士ですもんね。ブルー同士で、すごいこう点の取り合いになるんじゃないかなっていう印象を受けます。今年から監督が新しく変わりまして、まあ、サッカーもガラッと、ここ数年マリノスにはないサッカーを今年はやってるので、そのサッカーを、曲げずにというか、自分たちのサッカーをしてガンバ大阪さんを倒して次のステージに進みたいなと思います。宮本監督に代わって、またガンバらしいサッカーっていうのが、出てきたと思うので、それをしっかりとルヴァンの方でも出して、マリノスさんにしっかり勝って、上に進んでいけたらいいなと思います。8番です。鹿島アントラーズは8番に入りました。さあということで、こちらは川崎フロンターレ対鹿島アントラーズ戦が行われることとなりました。どうでしょうかこの一戦は？ウッキーやっちゃったねこれね。というかまあこれは本当に今ちょっとここではもったいないぐらいの、はい、カードだと思いますね。でもなんか楽しみであります、はい、すごいこう楽しみで、両方とも攻撃力もあるし、はい、バランスもいいし、多分意地もあるので、はい、非常に今から楽しみです、はい。そうですね、ちょっと僕も予想外でしたけど、鹿島と対戦するときはすごくフロンターレの選手もすぐ毎試合、モチベーション高いので、ぜひここで早い段階で、鹿島さんを、倒せるように頑張ります。ありがとうございます。さあ続いて内田選手いかがですか？
頑張ります。1番です。セレッソ大阪1番に入りました。さあということで、こちらはセレッソ大阪対湘南ベルマーレ戦が行われることになりました。原副理事長、こちらの対決はいかがでしょうか。なんか激しそうですね。この湘南もよく動きますし、セレッソはあの去年のチャンピオンで、あの本当にこうカップ戦の勝負強さって持ってますんで、はい、まあ、この対戦も最後の最後までこう目が離せないっていうか、お互いの特徴がこう出るんじゃないかなっていうふうに思いますね。前回王者としてまずやっぱりしっかり初戦を勝たないといけないと思ってますし、湘南さんは、すごいハードワークすることが持ち味なチームだと思いますし、まあ、それは僕らのセレッソも同じハードワークを主体としているチームなので、すごい激しい試合になると思うので、しっかり勝ちたいと思います。ありがとうございます。菊池選手いかがですか。まあ、ここまで来たら優勝したいですし、まあ、しっかり前回チャンピオンのセレッソさんに勝って、勢いを持って勝ち進んでいきたいと思います。4番です。ヴァンフォーレ甲府4番に入ります。はい、ということで、柏レイソル対ヴァンフォーレ甲府戦が行われることとなりました。原副理事長、こちらの対戦カードは。はい、まあ、甲府は今あの J2 でやってるんですけど、プレーオフステージでは先ほどもありましたけど浦和を破ってきてますんで、はい、J2 でここまで上がってくるとは正直思わなかったんですけど、もうなんか伸び伸び戦ってくるんじゃないかと思うんですよね。でレイソルの方もこのファイナルを出てくるのが結構久しぶりだと思いますんで、はい、レイソルもこう、まあ、伊藤選手もスピードもあるし、カップ戦得意にしてるチームですから、この戦いも面白いと思います。タイトルを取れるようにしっかり頑張っていきたいですし、まあ、甲府は自分が最初に育ったクラブなので、まあ、しっかり勝てるように頑張りたいです。そうです、今伊藤君おっしゃいましたけれども、もっと甲府の選手がいるクラブなので、負けないように選手には頑張ってほしいと思います。走って戦ってくるチームだと思うので、まあ、本当に自分たちはそれに負けないようにハードワークしないといけないなっていうふうに思ってます。まあ、セレッソさんもすごくハードワークしてきますし、まあ、技術の高い選手多いんで、まあ、いいゲームができればなと思ってます。自分が入って、まあ、その連覇を逃すっていうことは、まあ、あまりいいことではないと思うので、まあ、あんまりそういうプレッシャーを感じすぎても良くないですけど、まあ、でもやっぱりそこはしっかりセレッソ大阪の一員として連覇できるように頑張りたいなって思ってます。ここで、前回チャンピオンのセレッソを叩ければ、勢いに乗れると思うので、まあ、ここまで来たからには優勝したいですし、まあ、一つ一つ頑張っていきたいと思います。まあ、甲府 J2 から唯一参加してて、まあ、モチベーションもあると思うし、まあ、やっぱ堅守が守備もしっかりしてると思うし、まあ、そういうところを崩していけるように頑張りたいなと思います。奪った後早く攻めるとか、そういう部分を今目指してやってるので、そういうところでしっかり攻撃を完結させてできればいいかなと思います。柏レイソルさんは攻撃的なチームで、伊藤選手、クリスティアーノ選手、たくさんタレントが揃っているので、その受けて回らないように戦ってほしいと思います。僕は意識はしていると思います。選手は絶対に負けられない戦いだと思っています。基本的には攻撃的なスタイルを継続しているんですけれども、コンビネーションからのセンターアタックが、練習が多くて、その意識づけのことが監督もよく口つぼげているので、コンビネーションから得点が増えたんじゃないかなと思います。そうですね、ガンバは3割
あの個人能力がすごく高いですし、三浦選手も守備のチームの守備の要ということで、やっぱこう守備もあの東口選手、ファビオ同様やっぱこういい選手が3人いるので、マリノスとしてはまあ手強い相手かなとは思いますけど、個人的にはやっぱこう優勝を狙っているので、ファーストレグもセカンドレグも自分たちのサッカーして勝ちたいなと思います。マリノスさんは今年からこう攻撃的なサッカーということで、まあ、Uクラスの選手も関わったこうビルドアップっていうのがすごい特徴的なチームだと思うので、ディフェンス陣としてはそこを十分にこう警戒した上で、まあ、いいサッカーをしていい内容でしっかり勝利できたらいいかなと思います。リーグの方はなかなかあの勝ったり負けたりとかこう波に乗れない状況ですけど、このルヴァンカップをあの取ることでチームとしてもあの波に乗っていけると思いますし、あの、まあ、本当にチームとしてまずタイトルを取るっていう目標があるので、そこに向かって全力であのやっていきたいなと思います。リーグの方はやっぱこう今苦しい、リーグの戦いが続いてますけど、今タイトルから遠ざかっている中でルヴァンカップも、しっかりとタイトルとして取っていきたいと思いますし、ルヴァンカップでの試合っていうのもまたリーグの方の流れにつなげていけたらいいなと思うので、まあ、しっかりといい準備をして戦っていきたいなと思います。もう僕はどこでも同じだと思ってますし、フロンターレ強い相手ですけど、くじ引くだけの目的で僕来たので、あとはもう試合が始まるまでいい準備をするだけです。まあ、試合巧者というか本当に勝負強いですし、まあ、そういうチームにしっかりカップ戦で勝利して、もう次のステージに進めればいいかなと思います。まあ、フロンターレずっとタイトル取れずにいたチームですけど、去年 J リーグ取って、今度ね追われる立場っていう難しさもあると思うんで、そういった中で対戦できるっていうのは個人的にはすごい楽しみですし、早く試合したいです。まあ、チームとしては4つ ACL、J リーグ、ルヴァン、天皇杯掲げてますんで、しっかり取れるように、まあ、簡単じゃない相手ですけど、チームとして戦います。もう本当去年もあと一歩のところで逃してしまったので、まあ、そうやってカップ戦のタイトルを取ることでもっともっとその勝負強さというかそういうものが身についていくと思うので、今年は本当に取りたいなと思います。